レンです。エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャストです。秋といえば栗。他にはさつまいも。他にはかぼちゃ。他には食欲の秋。お、他にはキノコ。これテーマにたどり着くまでやる。読書の秋もあるけど、うん、もみじ。もみじ、うん、あとはちょっと気温が下がってくる。いやもうダメだこれ。出てこない一生。うん、秋といえばスポーツの秋って言葉あります。あーちょっと無縁すぎて出てこなかったわ。今月の科学系ポッドキャストの日のトークテーマ、はい、スポーツです。スポーツですか。うん、今月のホストはサイエンスラバーっていう、おいろんな研究者を呼んでインタビューしてる番組なんですけど、まあ、その番組がホストってことです。うん、珍しいね。サイエンスのカテゴリーで今回スポーツの話する。そう、うん、で考えたんですよ、うん、で秋といえばやっぱノーベル賞、イグノーベル賞の季節でもあるんですよね。え、何月に発表されるんだっけ。ノーベル賞は10月です。毎年10月、うん、10月中旬ぐらい、うん、でイグノーベル賞がその1ヶ月前に、うん、発表されるっていうのがまあ通例で、うん、今回ちょっと時事ネタとしてイグノーベル賞をちょっと取り上げようかなと。はいはい。スポーツの話はするんですか。はい。なので、うん、過去のイグノーベル賞を全部見て、うん、スポーツに関係ありそうなやつを全部ピックアップしてきました。あ、そういうことですね。そう。あ、でも少ない、3つくらいかな。僕が見た限りスポーツっぽいなってやつは3つをちょっと今回それ紹介して、はい、まあ、あとはついでに今年のイグノーベル賞も、うん、まあ、こんなんありましたよみたいな紹介をしていきたいと思います。はい。じゃあ一応最初にそもそもイグノーベル賞ってなんだっけって話しておきますけど、はい、これ1991年からやられてるノーベル賞の1ヶ月前に、人々を笑わせ考えさせた業績で1年に10個が発表されると、うんうんうん、でイグノーベル賞ですね。意外と最近なんだね、1991年。そうですね、割と最近ですね。イグノーベル賞ってさ、もらったら嬉しいもの、うん。いや嬉しいと思いますよ、うん、まあ、まあちょっとやっぱふざけてるイメージとかはあったりするけど、うん、なんか純粋に研究として、あ、なるほどって考えさせられるというか、うん、そういうのも多いから、うん、今回のこのエピソード聞いたら結構言われてみたら確かにみたいなやつもあったりする、うんうん、からまあまあまあ名誉ではあるんじゃないですか。そうだね、まあ1年に10個しか選べられない。うん、まあただ結構ネタな感じもあるというか、うん、例えば商品が一応ノーベル賞受賞者のサイン入りの賞状とかもらえたりするんだけど、うん、まあ、あの PDF で送られてくるんで自分で印刷してねとか。ああ、いやなんかその話した気がするな、なんか。そう。これ、イグノーベル会さ、2回目だよね、今回。これ2回目です、うん。2年前ぐらいにやってんじゃないかな。うん。好きなイグノーベル賞はみたいな。そう。言い合ったね。うん、もうでもだいぶ前だから。だいぶ忘れた。リニューアルですこれで、はい。まあ、あとは賞金10兆ジンバブエドルがもらえるみたいな、ね。まあ、これはもう貨幣としての価値がないものなんで、うん、これもなんか PDF で送られてくるらしい。好きなサイズで印刷してねみたいな感じくるらしいですよ。いろいろとふざけてるな。いろいろふざけてるね、まあ、まあみたいな感じのがイグノーベル賞ですね、はい。で僕ざーっと見たんですよ、イグノーベル賞過去のやつを、うん、でさっきも言ったようにスポーツっぽいなみたいなやつが3つあって、うん、で競技で言うと水泳、うん、ハンマー投げ、うん、あとはまああの走る陸上トラックみたいな、うん、走る、この3種類っぽいのがあったって感じですね。まあちょっとこじつけなところもあるんだけど、うん、1個目、水泳、うん、これ結構面白いよ。プールで水泳するじゃないですか、うん、そのプールが水の時と、うん、粘性がすごい高いあのネバネバしたシロップの中で泳いだ時、うん、どっちが早く泳げるでしょうって、うん、っていう問いがある。これにこれを実際に実験したっていうのが、うん、2005年のイグノーベル化学賞、化学の賞で受賞されている。化学なの、化学これ。どこが化学なんだ。まああの一応あれじゃん、シロップを実際作ってプールに、うん、25メートルプールみたいに入れてやってるんです、うん、それが化学物質だからじゃないか。ちょっとそのカテゴリー分けもちょっとよくわからないけど、でもさ普通に考えたら粘性高い方が遅くなりそうだよね。高い方が遅くなりそう、うん、まあなんかそんな感じするよね、うん、俺もそうかなと思った最初だよね、うん、でこれねすっごい昔から言われてる疑問で、これ17世紀にニュートンも同じこと考えてるんですよね。
ニュートンが考えたの、頭のいいニュートンが。そう、ニュートンが書いてる記述としては、うん、まあその蜂蜜みたいな液体の中で、うん、魚は水より遅く泳ぐんじゃないかっていう、うん、これはね、そういうディスカッションをしてたみたいな、うんうん、ちょっとニュートンっぽくない？なんかその物理っぽい感じじゃん、粘性高くて動きにくくなるみたいな、その力の関係というか、うん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 、みたいな記述とかはしてたりするんだけど、うん、答えは出てなかったらしい、うんうんうん、それがね2005年に実際やられたと、うん、でこれはミネソタ大学の人たちかな、うん、がやったんですけど、25メートルプールにあのグアーっていう粘性剤なんですよね、うん、これシャンプーとかアイスクリームとか、うん、ドレッシングとかそれちょっとネバッとしてるものに入ってるお砂糖が、うん、まあ主成分の溶液を作って、うん、でもうそれをひたすらプールに敷き詰めたと、うんうんうん、で結果、うん、これ変わんないらしいんですよ、水とシロップで泳ぐスピード、まあ、うん、ほぼ変わりなかったっていう、結構直感に反する感じよねこれ。そうだよね、なんか粘性高い方がすごく抵抗が強そうだけどね、うん、だけど変わらなくて、しかもこの人たちちゃんと泳ぎ方でも検証してて、うん、あのクロール、バタフライ、背泳ぎとか、うんうん、やっても全部あんま変わんないの。何人かでちゃんと頼みしたんだよね、うん、一応ね水泳上手な人下手な人みたいな、うん、競泳の選手とかにも試してもらったらしいんだけどでもねタイム変わんないらしいよ。で、うん、まあ、ただしまあその、うん、あまりにもシロップを濃くしすぎると、うん、まあ、ちょっとスピードが落ちたっていう結果もあるんだけど、基本シロップの濃度にはよりそうだ、ね、うん、そうそうそう、うん、濃度にはよるんだけど、うん、まあまあでもある程度ネバッとしてても同じ、うん、でこれ考察だけど、理由が基本的に人間の泳ぎってその水流としてはすごい乱流って言われる、うん、かなり複雑な流れを発生させて泳いでる、うんうんうん、例えばさクロールだったら、うん、手を水の中入れて、うん、後ろにグッて押す、うん、でまた手上に出してもう一回手を水の中に入れるって、うん、でめちゃ水かき混ぜられるじゃん、うん、それが複雑だから結構粘性の影響は低いんじゃないかっていうのが一つと、うん、あと今言ったクロール水の中でガッてかく動きがあるじゃん、その時ってさ粘性高い方が力かかるのよね。確かに確かに、で前に進む力グッてかかる、うん、だけど、うん、もう一回手を水に入れるときは逆に抵抗かかるから、うん、ちょっと遅くなるっていうので、うん、相殺されてんじゃないかっていう。なるほどね、まあ、そういう説明が一応されてるらしいよ。うん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 、結構面白いね。面白いね、うん、っていうのが1個目です。なるほどね、これ水泳でもさ、うん、なんかみんな一度はさ、なんかゼリーのプールで泳ぎたいとかさ、そういうの思うじゃん。思う思う。それが実際にやった人たちがいるってことはね、ゼリーじゃないけどさ。これでなんかさ、大人のなんつうの、悪ふざけじゃないけどさ、そんな感じで結構よくない、うん、いいけどさ、子供が考えそうな実験だなみたいな。でも後処理大変だよね。だって25メートルプールにそんな粘性高いさ、甘いもの入れてさ、そのまま排水するのかな。いやなんかね、ちょっと最後の処理どうしてるか分かんないけど、うん、あの一応あの作ってるプールの方から、あのビニールシートみたいなやつで、そう25メートル測って、うん、なるほどね。普段のあの25メートルプールでやったわけじゃないな。あ、そうね、そういうわけじゃない。なるほどなるほど。一応ね、俺動画も見たんだけど。あ、そうなの。動画見たら仮設プールみたいなやつ作って、うん、それでやってたね。なるほどね、うん、じゃあ使い捨てかもしれないね。うん、使い捨てかなって気がする、うん、だいぶもったいないけどね。うん。あとは普通に中入る人たちちょっと気持ち悪くない？そうだよね。確かに、楽しそうじゃない結構。まあ、楽しそうだけどさ、ベタベタになりそう。ああ、ベタベタだと思う多分。じゃあ2個目、うん、これ競技はハンマー投げですけど、お円盤投げとハンマー投げってあるじゃん、ぐるぐる回って投げる、うん、円盤投げの選手は目が回りやすいけど、ハンマー投げの選手は目が回らないのはなぜかというのを研究したっていう、うんうん、これ2011年の物理学賞です。ちょっと待って、ハンマー投げも円盤投げもさ、うん、同じフォームで投げる？同じフォームっていうか、まあなんか投げ方というかさ、なんかぐる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 回ってポイってするやつだよね。そう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 、ぐるぐるポイだ。なんかハンマー投げ見たことあるけど、円盤じゃあ投げるものが違うってこと？うん、でもまあ持ってる感じは結構違うよ。ハンマーは
鎖みたいなのついててさ、うん、円盤投げ見たことない？え、ない。あ、本当？あ、なんかフリスビーみたいなやつを持って、うん、ぐるぐる回って、うん、パーって投げるみたいな。ああ、じゃあやっぱり持ってる対象がちょっと違うっていうのと、ちょっと持ち方がちょっと違うのかな。持ち方も全然違うね。うん、これなんでだと思います？え、円盤投げの人は目回る？回る。ハンマー投げはなんで目が回らない、回りにくいかって感じ。回りにくい。え、そのフリスビーみたいなのはどういう角度で持ってんの？なんか手のひらの上に乗せて、うん、そのまま握ってるって感じかな。うーん、円盤を。円盤見たこと、円盤投げ見たことないのか。でも今ので考えられるってことだよね。まあ一応考えられると思うよ。てかハンマー投げの時になんで目が回らないのかっていうのでいいと思う、考えるの。あ、そう。思わない。でもハンマーの方見てるよね。おお、そうだね。うん、分かんないわ。まあでも視線はめっちゃ大事で、うん、ハンマー投げはハンマーの方を見てるんで、うん、視線が固定されてる。うんうん、固定されてる、固定されてる。でその状態で回ると目回りにくいらしい、うん、ああ、なんかさ、むしろハンマーを中心に回ってるみたいな感じになりそうじゃない？なんかハンマーを中心に回ってる？あ、ちょっとわかんないけど。え、だから、実際はその人中心にハンマーぐるぐる回ってるけど、うん、でも、その人の感覚としてはさ、ずっと目線をハンマーに固定してて、で、ぐるぐるしてるから、ハンマーを中心に回ってるみたいな感覚になりそう。ちょっと多分それはないんじゃないって気がするけど。あんまそれはないと思うんだけど、うん、まあ、要するにその 目線が固定されると、うん、なんか目回るときっていろんなところに視線がいっちゃって、うん、その目がすごい振動してめまいみたいなことが起きる、うんうん、でそれが目回ってるみたいなことにつながってるから、円盤投げの場合はそういうのがないから目回っちゃうけど、うん、ハンマー投げはね、目が回っちゃう可能性でいうと、円盤投げは6割ぐらいの人が目回るけど、ハンマー投げはほぼ誰も目回らないっていう、うん、全然違うらしいよ。すごいっすよね。え、でもさ、じゃあ円盤投げの人はさ、目線が固定してないってこと？うん、円盤投げの人は別に円盤ずっと見てるわけでもないし。そうなんだ、うん、じゃあ円盤ずっと見てれば大丈夫ってことなのかな。いやでも本当に手元見ながら回転するって力かかんなそうじゃない？なんか回りにくそうというか、うん、で、あともう一個理由考えられてて、そのハンマーの方が重くてぐるぐる回した時にその足の裏が中心になってぐるぐる回るじゃん、うん、だからまあ頭の動きが少ない。あー、それはあるかもね。そうそうそう、うん、でも円盤投げって結構姿勢いろいろ変わるんだよね、うん、しゃがんでるみたいなとこから伸びきるみたいな、うん、回りながらやるから、うん、それでもう結構変わるんじゃないかっていう、確かに、のを実際やったっていうね。うーん、これ物理学賞です。おお、なんか物理学賞でもあり、ちょっと医学っぽくもあるね。なんか、ああ、まあ確かにね、うん、人間の感覚の話だからね。ね、めまいはそうだね、うん、面白い面白い面白いねこれ、うん、最後これはめちゃくちゃ僕のこじつけなんですけど、うん、まあ徒競走的なことですね、走る、うんうんうん、もし月に池があった場合、うん、人間が池の表面を走って渡ることができるかっていうのを検証したっていう。いやいや、ちょっとよくわかんない。なんかいろいろよくわかんない。なんでさ、月に池があった場合っていうそういう前提を置くのかっていうのもよくわかんないし、その上を走ることができるのかっていう、その発想に至ったなんか思考回路がよくわかんないよね。でもさ、一回はさ、水面走ってみたいなって思ったことない？まあ、いや、なんか走ってみたいとは思ったことないけど、でもなんかよくさ、水面を走るみたいな、あのシーンとかって、なんかドラマか、なんか、あのたまに出てくるよね、なんか映画とかさ。まあ、俺はナルトの忍者とか、うん、ワンピースのブルックとか、うんうんうん、そういうさ、水面走ってるけど。そうそうそう。だから、まあ、考えたことはあるよね。うん。え、これは、うん、まあ、月にっていうか、まあ、重力が小さい時に水の上を走れる、それはどれぐらいのラインかみたいな、その検証する実験で、重力小さかったら水の上で走れるんだ。浮力だけでってこと？うん、っていうかそうじゃない、浮力っていうか水の抵抗が上にかかってさ、どっかのラインまで重力低くなればさ、うん、それは走れるって感じになるじゃん。まあ確かにさ、その走れるかどうか分かんないけど、なんかお風呂の中でさあ、なんか軽いものとか浮くから、そういうことかな。ああ、そう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 、そういうことだ。ある程度重くなったら落ちちゃうけど、うん、人間の体重でもいけるっていうのはどこか。
これ2013年の物理学賞、うん、でこれ実際にやったのはよくさ科学館とかに月の重力体験できますみたいなあの、うん、ベルトみたいなのつけてさ、うん、上から引っ張り上げてジャンプ力上げるやつあるじゃん、うん、あれをつけて、うんうん、その疑似的にその水面を歩けるかっていう実験を実際にやったの、うん、でその地球の重力の何パーセントぐらいで何パーセントぐらいだったら水の上歩けるかっていうので、うん、22% ぐらいまでだったら歩ける人がいたらしいの。だからもう大体5分の1ぐらいの重力になったら、うん、水の上歩けちゃう。ちなみに月の重力ってどれぐらいだっけ、地球の。月はね 17% で、まあ、大体6分の1ぐらいなんで。じゃあ行ける人は行けるってことね。そうそう、行ける人は行けるっていう感じだね。まあ多分体重とかによるとかあると思うけど、うんうん、まあ一応そういう結果出てて、うん、でまあ、こじつけっぽいけどなんでこんなことやったのかっていうので、うん、まあ、将来宇宙探査に人間が行った時に重力が低い環境で動き回るためにはどうすればいいのかっていうのをあらかじめ考えておく必要があるっていうことらしいですよ。こじつけだな。いやいや、やりたいからやったんでしょって思ったけど。いや俺もそう思っちゃうけどね、これ絶対これ子供の時からちょっとやりてえなって思ってたとかさそういう感じじゃねえのとか思ったけど、まあそのこじつけを含めて面白いからイグノーベル賞だから、うん、でも確かになと思うよね。まあね、うん、これやったもん勝ちみたいなとこあると思う。確かに。まあちょっとスポーツイグノーベル賞を3つ紹介しました。こんな感じで。はい、いいですよね。なんかこの感じ好きだわ、すごい。うん、ありえない過程が出てくるみたいな感じ。最後のはねだいぶぶっ飛んでたけどね、うん、まあ、最初のでもさ、ネバネバな液体の中で水を、確かにネバネバな液体の中で人間泳いだらどうなるかなみたいなさ、うん、発想がいいよね。いや逆に今までそれされてなかったんだっていうのがちょっとびっくりだけどね。ね、うん、こんな最近までねされてなかったっていうね、2000年代入ってからからね、うん、そんなんさだってみんな考えるじゃん。だってうん、まあ、ネバネバの中でだったらどうなるだろうみたいな、そういう考えじゃないかもしれないけど、なんかさっていうかゼリーの中で泳ぐみたいな結構考えるよね。やったところでみたいなとこあるしね。まあね確かに。それを論文化しようってする人がなかなかいないってことね。そう、うん、いやこういうのをちゃんとやるのはめちゃくちゃ偉いなと思うよ。すごい。でもさ、すでにさ YouTube のさ YouTuber とかでなんか企画とかでやってそうだよね。いやー、わかる。俺もね、うん、思った。そのスライムブロブ作ってさ、うんうん、あのはじめ社長がさ遊ぶみたいなやつをさ、あのなんかスライムで泳いだらどうなるかなみたいなさ、うん、できそうだなと思って YouTuber が、うん、論文化するってところだね。そう、そこがハードルなんだね。ちゃんとデータ取るかっていうのが大事なの。確かに、うん、ただウェイって終わらないっていうね。なるほどね、うん、いいね。でじゃあちょっとついでに今年の受賞した研究たち、うん、まあ、10個あるんですけど全部細かく言うとすごい時間かかっちゃうんで、うん、まあ、サラサラっといくつ紹介していこうかなと思います、うん、今年のもね俺結構好きなやついっぱいあるな。イグノーベル賞ってあのノーベル賞みたいに〇〇賞って決まってないんだよね、うんうん、だからそのなんとか賞みたいなところ結構変わるコロコロ、うん、だって意思疎通学賞とか今年あったりするからね。なんだそれみたいな意思疎通学賞、そんな学あったの。そう、そういうのはあるんだけど、うん、じゃあちょっと一個ずつ紹介すると、うん、化け学&地学賞、うん、もう&入っちゃってるからね、うん、多くの科学者が岩石を味わうのが好きな理由を説明した。これあの化石採取する人とか、うん、ああいう人たちが結構舐めるらしい、うん、ああ舐めそうだな。舐めそうだよね、うんうん、でまあ、それはなんでだっていうのを説明したっていう。これはなんかね論文というかそのコラム記事的なものになってるらしいんだけど。どういう説明なん逆に。ちゃんとデータ取ってるってことだよね。でもそう、まあ味見てるっていうのもあるらしいんだけど、うん、それプラス一応理由としてはホコリとかその細かいデコボコのせいですごい見にくいみたいな時があって、うんうんうん、その場に水がパッとない時にもうプロプロって舐めて見やすくするとか、うんうん、とかあと舐めた時に感じる吸い付く感覚によって岩の種類を絞り込むことができるみたいなそういうこともあるらしい。そうなんだ。ちょっとレベル高いな。レベル高いなすごいよね。まあまあでもこれは往々にして いろんなもの舐めがちというか、うん、まあ、昔のね化け学者じゃないけど、うんうんうん、ペロペロ舐めて味のデータも取ってたみたいなそういう話に通じるとこもあるね、うんうん、確かにね、うん、で、文学賞
人々が一つの単語を何度も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 繰り返した時に感じる感覚を研究したことに対してちゃんとそこ何度も何度もって言うんだ。うん、英語だとこれメニー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 って書いてあるメニーがなんか8個だか9個だか書いてあっていいねいいね、これいい研究だよね、うん、でこれなんか言葉として、うん、その自分にとって初めてなのになんか知ってる気がするっていうデジャブってあるじゃないですか、うんうんうん、それの逆で見慣れたりその慣れてるもののはずなのに、うん、知らないものっていう感覚になっちゃう、うん、ジャメブっていう、ジャネブっていうんだ、ジャメブあ、ジャメブ、うん、ジャメブっていう、もうフランス語由来なんだけど、うん、既視感に対してあの未視感っていう言葉があるらしいんですよね。これ結構面白いんだけど、ゲシュタルト崩壊の音声版みたいな。いや、ゲシュタルト崩壊はねちょっと意味合いは違うかな。そうなの、うん、ゲシュタルト崩壊はなんか文字がさちょっとよく分かんなくなる感じだよね。あ、そう、ずっと見てたらその文字がよく分かんなくなるってやつですけど、うん、今回は何度も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 って言ったら、いや、いいよこれ、いちいち笑ってそうだね、文字を一つのものとして認識できなくなるっていうのがゲシュタルト崩壊だから、うん、このなんか何回も繰り返すみたいなのはちょっと違う。あ、で結局何なのその結果は、実験結果は。実験結果は2分間に単語をひたすら何回もマックス120回繰り返しかける紙を用意して、うん、単語を書くといっぱい、例えばドアだったらドアをひたすら2分間書き続ける。きついな。で途中でこの単語に奇妙な感覚を覚えたり、うん、なんか変なことがあったら書くのをやめてくださいっていう実験をしたらしい。変なこと、奇妙な感覚、うんうん、そう、なんかこの書いてる意味がよく分かんなくなってきたとか、うん、なんかドアって知ってるはずなのに知らない気がしてきたとか、うん、まあ、あとあの一応データちゃんと取るために手が痛くなったからやめるとか、ちゃんとあのアンケートで、うんうん、なんでやめましたかみたいなのを答えてもらうようにして、うん、でこれはジャメブの実験ですとは言わないでこれをやったらしいのね、うんうん、で93人中66人が少なくとも1回このジャメブを感じた、うん、書いてる文字の意味がよく分かんなくなってきたみたいなのが起きましたよっていうのをデータ取ってて、これをやめたタイミングっていうのがだいたい30個単語を書いた時か、うん、1分間経過した時にこのジャメブを経験する人が多いっていうのが分かった。うーん、うんうん、だから何っていうのはちょっとあれだけど、でもさ、うん、意味が分からなくなってくるってさ、どこまで意味を言ってるんだろうね。だってさ、うん、考えれば分かるじゃん。だって分かんなくなっちゃうのかな、本当にこれは 何なのか分かんないってさ、そんな30個書いたところでさ意味分かんなくなることないくらい、なんか一応さ、その理由アンケートで答える理由としては、その単語が間違ってるんじゃないかっていう感覚に襲われるとか、うん、手書きの文字が奇妙な形に見えてくるとか。ああ、それあるかもな。でそもそも初めてこの単語を見たような気がしてくるとか、うん、そういうのが実際起きるらしいんだよ、実際やってみたらいいんじゃない。そうだね、1分だけだったらねすぐできるね、うん、そう、うん、まあ、感じる人感じない人いると思うけど、まあ、多くの人がこれは感じると、うん、感じそうではあるけどね、うん、で意外とこのジャメブの研究っていうのがそもそもあんまやられてなかったらしいんだよね。デジャブはめっちゃやられてるけどっていうので受賞してるって感じですね。うーん、面白いね。俺もこれ何度も何度も何度もってさっき言った時、ちょっと何度もってよく分かんなくなってきたもんな。うんうん、なんかそういう、まあ、そういう研究です。まあまだなんかだいぶ主観的な感じのさ感覚だから、うん、うんうんうん、もしかしたらなんか認知機能のさ、うん、大事なところに影響してますとかさ、うん、なんだろう、ちょっと思ったのがさ、これなんか診断に使えますとかなる可能性とかのありそうじゃないかな。うーん、あるかな、分かんない。なんかそういうそういう関連性とかさ、おかしな感覚になってくる速さで、うん、あなたのなんか何々の進行度が分かりますみたいな。そう、ああ個人差めっちゃありそうだけど、確かにな。でもなんかありそうじゃない、そういうの。例えばすごい認知機能落ちてきた人はさ、うん、10回ぐらい書いたらもうすぐわけわからなくなっちゃうとか。ああ、ありそうだな、うん、本当に認知症の人だったらすぐわけわからなくなりそう。そうとか、これはあの僕の意見ですけどね、うん、まあ、そういう研究もなんか今後もうちょっと細かいやつはやられていくんじゃないかっていう話でしたね。そうだね、そのジャネブだっけ、ジャメブの研究がまだされてないんだったら、あんまりこれからなんか
伸びていったらもっといろんな活用法あるかもしれないね。そうそうそう、だからイグノーベル賞が考えさせるって言ってるのがまさにこういうことなんじゃないかなっていう気がしますよね、うんうん、機械工学賞、死んだ雲を機械的グリッパーとして蘇らせたことに対して、これ死体ロボット工学ってやつがあるらしいんだけど、へえ面白い、ネクロボティクスっていうらしいよ、うん、だからこれは本当に死んだ雲に、なんか電極みたいなの刺して、うん、足を開閉させて、うん、あの UFO キャッチャーのクレーンみたいな感じで、うんうんうん、グリッパーとして使うっていう、そういう研究。怖いっちゃ怖いけど、なんか有効活用できそう。うん、あ、電気じゃない、間違った。空気かな。空気、うん、そもそもなんか油圧ポンプシステムみたいになってるらしくて、雲の体、うん、血とかが流れて、そこに空気を送り込んで開閉するらしい。そっか。で、これは一応あの 100% 生分解性の素材でできた、うん、そのグリッパーなんで、エコじゃねみたいな、うん、まあ、ただしあの問題点としてはあの劣化が異常に早いっていうのがあるからえ、しかもさ、ちっちゃいものしか持てないよね、うん、まあそうだね、雲のサイズに次第よね。でもちゃんと物持てるらしいですよ。へえ。で次、うん、ちょっとペース上げていく。これちょっと汚いんで、食事中の人がいたらすいません、うん、排便分析の研究で、うん、識別カメラによる肛門認証センサー、人間が排泄する物質を監視して迅速に分析するさまざまな技術を使用した装置、スタンフォードトイレを発明したっていう。汚な、何それ。え、いやこれ本当にトイレに、まあなんかトイレにカメラつけて、カメラついて、うん、まあちゃんとあのうんちの成分とかも分析するみたいなシステムをつけたスマートトイレをね、あの作ったらしいです。あ、じゃあ自分がうんちしたらその成分がわかるってこと、うん、そうそうそう、バイオマーカーってそのまあその入ってる成分の指標みたいなやつを調べるとか、そういうのもできるし、であとはその個人の特定みたいなのもできるみたいな、そのバイオマーカーとか、まあ、あとはちょっと汚いけどお尻の写真で個人認証もできるらしいけど、うん、すげえなと思うけど。え、でもさ、うん、それってカメラでそういう成分とか測れるってこと？その触れずにさ成分が分かる。あ、いや、バイオマーカーとかって触れなきゃいけないのかな。あ、バイオマーカーはその採取するみたいなことは必要。ああ、じゃあカメラは何のため？識別のため？うん、カメラは識別のためですね。で、カメラいらんくね。で、将来的には、うん、そのカメラがあるとプライバシーの問題もあるので、うん、そのバイオマーカーだけで個人識別までいけたらいいよねみたいな、あ、まあ、そんな感じです。そうだよね。だってそれただ単にあれじゃん、なんかあの盗撮みたいなの、ちょっとまあね、うん、結構これ、ね、攻めた研究だなと思うけど、うん、まあまあそういうのもあるっていう提案したって感じですよね。はい、で次、統合を得意とする人々の精神活動を研究したことに対して。これ統合っていうのは、うん、言葉を逆から読むってやつですね。おお、たまにやるね、私たちも。ええ？あ、でもちょっと違うかも。あの、違う？なんつうの、例えばなんか単語ある。うん、例えばさ、食べたにな右京、食べたにな右京、今日何食べた、そう、ああみたいなのあるじゃないですか。でもそれ、そのゲームたまにするよね。え、そのゲーム1回ぐらいしかしたことないんじゃないそれ1回それで日常会話をするっていう日ありましたけど、なんか、うん、そんなことはいいんだよ、うん、めちゃめちゃ余計な情報なんじゃないかでこれちなみにこれ厳密な投稿じゃないですよ。それそうなんですか。今のってさ、日本語の文字で逆から読んでるっていう感じじゃん、うん、だけど音として逆から読む、だからローマ字で書いてそれを逆から読むみたいなことをやんないと本当は投稿ではないんだけどさ、うん、ちょっと待って、今日何食べたし、長いから難しいな。例えば今日うだったら、うきょうじゃなくて、うおゆくみたいな。うん。みたいな感じ。ローマ字で後ろから読んでいく。そう。で、それを得意な人と得意じゃない人がいるらしいんだけど、そもそもそれもなんだそれって感じ。いや、でも絶対得意な人と得意じゃない人いるよね、これ。うん。で、まあその人の脳の機能とかを調べたら、得意な人の、うん、まあ別になんか、特別な差は見つけられなかったけど、電気信号の経路のパターンがちょっと独特なパターンがあるよっていうのを初めて見つけたみたいな、うん、ああでもありそう、確かに、うん、面白いよね。ちょっと違う脳の処理をしてるんじゃないかっていうのはありますね。で、次、医学賞が、
人の2つの鼻の穴にはそれぞれ同じ本数の鼻毛があるのかどうか死体を使って数えたことに対してっていう。結構すごいよねこれ。すごいな。でもさ、同じ本数じゃないんじゃない、さすがに。ああ、結構違うと思う。は、うん、うん、まあ絶対一緒ではないよねそれは。うん、だけどこれ一応調べたところほぼ一致するらしいですよ。へえ。まあ、数本の違いはあるけど、大体今回の研究で調べた限り、右の鼻の穴の毛は平均112本、うん、でプラマイ64本ぐらいで、だいぶプラマイ多いな。プラマイ多いよ、すごい個人差あると思うから、うん、で左側は120プラスマイナス62だから、まあ、112と120で、まあまあまあ大体一緒ぐらいかなっていう感じらしいです。なるほどね。それで言ったらさ、鼻の穴だけじゃなくってさ、うん、なんだろう、右眉左眉の本数も大体一緒なのかなとかさ、右の腕の毛と左の腕の毛って大体一緒なのかな。一緒そうだけどね。どうなんだ、それ調べた人いんのかな。いそう、そっちの方がいそうじゃない、鼻の穴より。いやでもさ、これ鼻の穴をそもそも調べようと思ったきっかけがさ、うん、鼻毛ってなんで存在するんだろうっていう問いがあって、うん、それが、まあ、有害物を除くフィルターみたいなもんだっていう認識じゃないですか、うんうんうん、だけどそれは経験則であって学術的な証拠は何もないって主張してるのこの人たち、うんうん、で言ったら円形脱毛症の人とかいるじゃない、うんうんうん、でそういう人はその鼻毛の本数とかも減って、そういう病原菌に感染するリスクが上がるんじゃないかとか、うん、いろいろ考えられるけど、それを調べるためにはまず鼻毛の本数を知ろうっていう自分たちで調べるしかねえっていうので調べたらしいです。あ、じゃあ究極のこの人たちのゴールは、うん、鼻毛の存在意義を知りたいってこと。そう。だからまず手始めに右と左の鼻毛 の本数の差を確認してみようってことね。そう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 。で場合によっては鼻毛がすごい少ない人とかは、うん、もしかしたらバリア機能が低いかもしれないから、確かに鼻毛の代わりになるあのバリアみたいなのを作んなきゃいけないんじゃないかとか、うん、あ、そういうのもなんか将来的にはみたいなの言ってるらしい。ちゃんと研究してる人あんまいなかったんだ。そう、意外と。意外とね、いなかったみたい、うん。はい。で、じゃんじゃんいきますけど、次。栄養学賞。これはね、僕知ってたやつというか、まあ、日本の研究です。電気を流した箸やストローが食べ物の味をどのように変えるのかを調べた研究。ほう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 。で、これ実際にニュースとかでも結構取り上げられてて、エレキソルトっていうやつがあるんだけど、うん、あのスプーンとかお椀に電気流して、うん、減塩の食事だけど、うん、しょっぱさを 1.5 倍ぐらいにできるっていう。すげえ。っていうのはね、2022年に開発されたりしてるね。でこれのベースになった研究で、まあ、だから電気で味をコントロールするっていうので、うん、例えば、まあ、塩味とかを増強できるんだったらさ、別に体にとって塩分いっぱい取るの悪いことだから、うん、まあ、それをちょっと抑えたりできるんじゃないかとか。いいね、いいね。これすごい、俺将来性を感じたの、これ。これめっちゃいいじゃん。めっちゃいいよ、これ。うん、まあ、あとこれ何が素晴らしいってさ、人工甘味料とかはあるけどさ、うん、人工塩味料ってないんですよ。うん、おー、確かに。NaCl 再現できないっていうのってね。うん。だから結構画期的なんじゃないっていう。人工酸っぱい料みたいなのあんの？酸味料。酸味料はあるんじゃない？うん、酸味ってさ、どれぐらい酸性かってことか。別に物質特定じゃなくてもいいのね。うん、普通に酸味料は存在してますね、食品添加物として。でもどれぐらい酸性強いかって、あんまり体に悪くな体に悪いのかな、なんか、まあ、でも酸性強すぎたら体に悪いか。あー、でも塩とかに比べたらまだマシそうだけど、どうなんだろう、あんまり詳しくないな。そうだね、塩とか砂糖とかはさ、あんま取っちゃいけないって感じするけど、まあ酸味はなんか酸っぱすぎてそれが、うん、まあ、良くないかもしれないけどさ、なんか体に溜まるみたいなイメージないもんね、なんか。そうね、うん、でこれ別に他にもさ、例えば、うん、毒キノコの味を安全に体験するとか、今後の研究ね、うんうん、甲殻アレルギーの人でもカニの味を楽しめるようにするとか、なんかね、いろんな味の研究とか今後やっていくみたいな。あ、それいいね、いいね、すごいいいよね、うんうんうん、面白い。今後また出てきそう、出てきそう、うん。あと3つかな。教育学賞。教師と生徒の退屈をきちんと統計的に研究したことに対して、へー、まあこれ結論だけ言うと、うん、あ、普通に授業してもらってそれぞれどれぐらい退屈かと感じているレベルを、うん、まあ、答えてもらって、うんうん、
まず教師が自己申告した退屈度合いっていうのは、うん、生徒が感じた教師がどれぐらい退屈を感じるか、まあどれぐらい熱心かとも言えるけど、うん、それは全然関係ない。だから いくら教師が熱心にやってる感じでも生徒にはあまり伝わっていないということですね、まず。うん、だけど逆にその教師がめちゃくちゃ授業に退屈していますっていうパターンは、うんうん、生徒もまた退屈を感じるっていう関係性が見えたっていう。いやだろうねだろうなって感じなんだけど、うん、っていうのをちゃんと統計的に出しましたっていう。へー、そうだね。熱心さと面白さってのは違うってことね。え、いやだからどれぐらい熱意持ってやってても、うん、それが退屈になっちゃうパターンもあるってことでしょ。あ、生徒にとってはね。そうそうそう、そうだね。だから面白く喋る技術はまた別ってことだね、いくら熱心でも。だからまあ正直先生はもう熱心にやるしかないっていうことっすよね、最低限多分これから言えるのって。いや別に熱心じゃなくてもいいんじゃない。熱心じゃなくてもとりあえず面白く話せばいいんじゃない。あ、いやいやいや、熱心っていうか、いや面白いかどうかの指標は今なくて、退屈熱心にでやってるか退屈にやってるかっていうだから、うん、話が面白いかは関係ないんじゃない。で先生が退屈になっちゃうと生徒も退屈しちゃうっていう相関があるから、熱心か退屈かのその2つの指標しかないんだ。そうそうそう、それだけ、うん、だから話面白いかどうかまた別軸な気がするな。なるほどね。うん、あと心理学賞、道で見知らぬ人が上を向いているのを見た時どれだけの通行人が立ち止まって上を向くかを調べた実験。あー、ありそう。これ結構好きだな、これ。うん、これはみんなしちゃうな。うん、で一応これね、めちゃくちゃ古い研究で、うん、1969年の論文らしい。逆になんで今頃イグノーベル賞なんだろうね。おー、でもなんかね、この通行人シリーズみたいなのが結構最近イグノーベル賞であって。へー、前もさなんか言った気がするけど、あのスマホを見ながらさ歩いてどれだけ人ぶつかっちゃいますかとか、うん、あー、うん、まあ、そういうのの関連なのかなっていう感じだけど、うん、で一応実験結果としては1人が上を見てるっていうシチュエーションと15人が上を見てるっていうシチュエーションを比較すると、うん、まあ当たり前なんだけど1人の時は立ち止まって上を見た人は 4%、うん、15人が見上げた時は 40% まで増えました。いや、まあそうだろうね。まあそりゃそうだろうっていう。俺も絶対上見ちゃうわ、そんな15人も上見てたらっていう。まあその場にさ、何人ぐらいの人が通行してるかにもよるんじゃない？なんか、もうめっちゃくちゃさ、人多すぎみたいな、すし詰め状態での15人とさ、うん、あんまり人いない中での15人ね、ほぼみんなが見てるかだったら、そう違う。ああ、ちょっとどれぐらいなのか分かんないけど、割合とかは。うん。一応その道でやったらしいよ、そういう実験。なるほどね。おもろいよね、これ。面白いね。で、最後、物理学賞なんですけど、うん、ヨーロッパカタクチイワシの性行動によって、海水がどれぐらいかき混ぜられるのかを測定したことに関して。うん。最後だけちょっと、また下ネタっぽい感じなんだけど、でもこれも結構ちゃんとしてて、うん、まあ、海水がどんだけ混ざるのかっていうのってもうすごいいろんなファクターがあるじゃない。そりゃね、うん、う普通に風で流されてる分とか、うん、物って全部下に沈んでいくはずだけど、うん、上に持ち上げてくる力あるから何かしらでかき混ぜられてるよねっていうやつの中に、うんうん、あんまり生き物の動きって入れられないっていうのが発端にあって、うんうん、だけどそういうまあ、気象現象とかだと説明できないレベルで混ざっている場所っていうのがあって、うん、まあ、それがイワシがすごい繁殖期で、うん、その動きでめちゃくちゃかき混ぜられてるんじゃないかっていうのをその音響探知機みたいなのを使って調べたらしい。へー、すごい、ちゃんと調べてる。うん、ちょっとすごいねこれ。でもそんなさ性行動以外でもさかき混ぜられそうじゃない。あ、まあ、性行動とプラスだとなんかその卵を産むみたいな行為とかが群れでうわーって一気に起きるらしい、ね、そんなに激しいかな。そうね、それでめちゃくちゃかき混ぜられるらしい。へえ、面白いねこれも。まあね、うん、っていう感じでした。はい、一応ねざっくり全部紹介したかなこれね。はい、まあ、毎年イグノーベル賞やっぱ面白いですね。そうですね、うん、今回あの一応テーマスポーツだったんですけど、ちょっと最終的にスポーツじゃない話もいっぱいしちゃったけどそうだね、まあ、まあまあまあ、前半はスポーツ、前半はスポーツ、うん、まあ、今回イグノーベル賞の話でした。はい、で一応次回これ毎月一応10日
近で科学系ポッドキャストがいろいろ参加して同じテーマトークをしてるんですけど、うん、次回はサイエントークがホストです。おお。でこれやって1年経つんですよ、ちょうど。へえ。11月で、うん、なんで帰ってきました。おお。まあ別に一周したわけではないんだけど。え、レイさんが始めたの？あ、そう、一応今の流れは。へえ。最初サイエントーク初でやってて、うん、去年あの発明のエピソードやったの覚えてます？ああ、やりましたね、はいはいはい。ちょうどもう1年経つんですよ。あ、早いね。早いっすよね。うん。でじゃ次のテーマ何しようかなと思ってて、うん、一応どのジャンルでもいけそうなテーマ、なんか3つちょっと候補あるんだけど、うん、反応か、うん、芸術か、うん、未解決。うん、なんかどれもなんとなくいけるかなと思ってんだけど。未解決面白そう。未解決面白いかな。うん、でもなんかふわっとした話になるかもなとかちょっと思ってはいるんだけど。でもさ、なんかいろんなジャンルの未解決聞けたら面白そうじゃない？なんかこういう大きな課題があって、いろんな人トライしてるけどまだ見つかりませんっていうのがいろいろあるわけでしょ、多分。ああ、確かにな。その未解決にチャレンジしてる人たちとか。そうそう。ああ、じゃあそれにします。これもう今決めようと思ってて。あ、そうなんですか。うん、じゃあ未解決でいきますか。未解決で。じゃあいろんな分野とかの、うん、未解決なものを解決したいものみたいな話っていうことで、うん、あの参加する人は僕に連絡ください。はい。基本 X の DM とかがいいかな。うん。サイエントーク、もしくはサイエントーク連のアカウントに DM してもらえれば把握できますんで、うんうん、10月25日ぐらいまでに教えてほしいですね。うんうん。っていう感じです。なので来月もぜひ、あの別にただただなんか未解決なこと話したいっていうポッドキャストでも参加は歓迎ですのでうん、カテゴリー科学じゃなくても、うん、いろんな未解決がとりあえず集まったらいいかなっていう。そうですね、はい、ちょっと科学には絡んでほしいですけどね、うん、っていう感じなんでお願いします。お願いします。サイエントークは毎週科学のおしゃべりをしてます。フォローやポッドキャストの評価、エピソードの感想などを書いてもらえると嬉しいです。またサイエントークラボというサポーターコミュニティや関連した番組もありますので、サイエントーク公式ホームページをチェックしてみてください。それでは次回ありがとうございました。ありがとうございました。